こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今年 P3C 哨戒機派遣と護衛艦の中東派遣が実行される。この派遣で自衛隊員の安全確保も大切。日本の国益も大切となる。自衛隊派遣で最も重要任務は無事に帰国することだろう。河野防衛大臣は勇気と誇りを持ち任務に精励を元隊員たちを見送りました。ところで P3C 哨戒機が派遣されていますが、日本にはもっと高性能な哨戒機が存在します。そうです。P1 哨戒機なのです。1年前のあの時に、その存在が大きく世間に知られることに、日本独自開発の哨戒機が世界で注目を浴びることにではその一部、P1 哨戒機の機体性能を紹介していこう。2018年12月20日、驚くべきニュースが日本国内を駆け巡りました。海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制用のレーダーを照射したというのです。マスコミはこのニュース一色に染まり、大騒ぎとなりました。この事件は俗にレーダー照射事件と呼ばれますが、日本側の主張と韓国側の主張が大幅に食い違ったままです。お互い相手に対する不満は山ほどあるのでしょうが、表面上はそれを押し隠しているというのが本当のところではないでしょうか。実はこの時照射を受けた航空機というのが最新鋭の P1 哨戒機でした。P1 哨戒機は海上自衛隊が2013年から配備を始めた機体です。それまで運用していたアメリカのロッキード社製の P3C 哨戒機の代替機として配備されましたが、国内で製造された純国産の機体なのです。この P1 哨戒機の開発は防衛省と川崎重工業の共同で始まりました。当然、製造工程は川崎重工業が受け持っています。2019年時点で22機が完成し配備され、最終的には国内に70機の配備が予定されているそうです。価格ですが、調達価格は初年度の2008年度予算で4機計679億円。1機は約170億円となりますということです。F-35 シリーズ戦闘機などが約120億円ですから、これと比較しても1機あたりの単価が50億円も高いということがわかりますね。それでも F-35 の性能は最大速度 996km、巡航速度 833km ですから、P1 哨戒機の約 30% も増加していますし、航続距離の約 8000km は約 20% も増えていますから、高性能化に合わせて、配備する機体数を減らすことができると考えられています。ただし、これらの諸データについても国防に関わるわけですから、当然、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密となります。ですから、一般へ開示された情報は、かなり制限されたものと考えるべきでしょう。哨戒機というものは、自国領内へ接近する敵を早期に発見するために、上空から監視や警戒任務を行う航空機を指しています。敵の潜水艦や艦船を対象に、広範囲にわたって、索敵を、
主な目的として行動する作りだ。海難事故などの救難や捜索、物資の輸送までも行える機能を有している機体です。P-1 哨戒機には、潜水艦に対する高い探知機能が備わっています。海上自衛隊が配備している通常動力型潜水艦双竜型を同様に探知可能と思われます。双竜の探知能力は通常動力型潜水艦だけではなく、原子力潜水艦でさえ捕捉可能と推測されています。同盟国のアメリカを含めたロシア潜水艦の行動も把握できると考えられています。つまり、優秀だということがわかりますね。まさに、海上自衛隊の能力が世界でもトップクラスの優れものであることを、潜水艦隊と共に体現したと言える存在でしょう。中国のことわざに、無尽という言葉があります。有名なので、ご存知の方も多いでしょう。どんなに硬いものでも貫くことができる。矛どんなに鋭い剣でも、防ぐことのできる盾。この二つを売っている商売人が、では、お前の持っている矛で、その盾を攻撃したら、どうなるのか?と問い詰められ、回答に窮したことから生まれた言葉が、矛盾、です。辻褄の合わないこと、両立しないことを意味すると言われています。海上自衛隊においては、双竜潜水艦が矛であり、P-1 哨戒機が盾と言えるかもしれません。しかし、この二つは両立するのでしょうか?今、P-1 哨戒機を盾と例えましたが、実際に、同機は、魚雷や空対艦ミサイルなどの攻撃用兵器を備えることも、可能ということです。その理由として、構造上の利点が挙げられます。P-1 の機種の下には、爆弾倉に、対潜水艦用の爆雷や魚雷を、吊り下げることができる仕組みがありますし、同じように、主翼の下には、対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを、吊り下げることができる仕組みがあるからなのです。通常の哨戒任務以外、一朝有事の際には、こうした兵装ができるユーティリティの高さも、広い領海を持つ日本の海上自衛隊としては見逃せない、メリットであることは言うまでもありません。一方、冒頭に記述した韓国海軍の駆逐艦と対峙した状況で、P-1 哨戒機は有利だったのかという疑問があるかと思いますが、この回答はノーです。P-1 は決して優勢ではありませんでした。これは P-1 哨戒機が兵器対艦船用誘導弾を装備していなかったためというだけではなく、仮に実装されていて、それを使用して応戦したとしても同じことだったと考えられるのです。なぜなら近代的な駆逐艦であれば、敵が遠くにいても攻撃できる艦対空ミサイルや、中距離対応の艦砲、そして近距離に対応する機関砲など、あらゆるパターンに瞬時に対応できる多くの防御用兵装を備えていると推測されるからです。ということは、韓国駆逐艦は P-1 がどんなに遠くにいたとしても攻撃できたということになります。P-1 哨戒機にも有利なポイントはありました。例えば、量産化された機体としては、世界初の光ファイバーを介して、操縦信号を送ることができる飛行制御システムが採用されていました。この機能は、
機体に搭載された各種電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現できるシステムでした。この機体に搭載されたジェットエンジンは IHI 社、旧石川島播磨重工製の F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装していました。このエンジンのメリットは、静粛性や高い出力だけでなく、燃費の良さも兼ね備えています。その燃費の良さが原動力となって約 8000km と言われる非常に長い距離の飛行を可能になったと言われています。前述の通り、現時点で22機の P1 が配備されており、徐々にですが、最終的には70機程度を配備したいということで事業が進められているようです。高額ですから、さすがに一気に70機すべての購入は難しいと思われます。現在、P1 哨戒機は先輩の P3C 哨戒機を配備している青森県八戸基地、鹿児島県鹿屋基地、沖縄県那覇基地、そして千葉の下総基地に順次配備されていくという予定になっているそうです。